はい、どうも、さとちゅんチャンネルでございます。今回はですね、私が、これどこで買ったっけ？シムセガーで買ったのかな、6800円で買った、ファーウェイノバライト2。これのですね、大絶賛レビューを行いたいと思います。あのね、僕のこれ過去の動画でね、もうノバライト2、酷評してましたよね。はい、使いにくいっつってね、はい、やってたんだけれども、はい、もうこれ実はね、はい、購入してですね、振り返ってみると、ほぼ肌身離さず使ってんですよ。はい。うん。まあ、いろいろ癖があってね。うん、ただこれ、よくよく考えてみるとさ、自分って何やってるかって言ったら、ご存知の通り動画配信ですよ。はい。なんかこう、ライブしたり、動画を撮ってね、配信するというのがね、やっぱり僕の、その活動の主であるということなんですね。でね、こと、動画配信、ライブ配信、することに関しては、このスマホ、めちゃくちゃ使いやすいんですよ。使いにくい部分、まあいろいろあるんですよ。細かいところでなんかこう、やったりする部分。そのあたりはね、まあちょっと多少カスタマイズできて、もう前々から、あーって思ってた部分も、だいぶ改良してきました。はい。でね、気づけばさっき言ったみたいにずっと使ってる。もう動画配信、ライブ配信するときは必ずですね、結局ね、あ、このスマホだったらこれができないよね。あら、こっちのスマホだったらこれできないよね。で、結局できるのこれだけっていうね。はい。なぜかこればっか使ってると。ああいうところでね。あれ？ちょっとこれ、ファーウェイっていいんじゃない？っていうことにも最近気がつき始めて、あ、確かに！と思ってね、ちょっとまあ今回動画にしたわけですよ。はい。まあ、このね、ノバライト2に関しては、まあ、いろんな YouTuber さんがね、動画にしてますんで、まあ、改めてこう、どうこっつうところはないんだけど、まあ、基本的なね、スペックだけをちゃちゃちゃっとこう、まあ、説明しますとですね、まずね、対応 OS が Android 8.0 になってるよと。で、CPU が、キリン659のオクタコアって言うんだけど、これはね、ファーウェイが独自で開発した CPU なんだって。スナップドラゴンとか、その汎用性のね、ある CPU じゃなくても、これファーウェイ独自の、ものでございます。これがなんかね、癖を生み出してる理由じゃないのかなってところもあるんだけども。でもまあまあ、うん。なので動画できるからもう別にいいんじゃないって思ってね。はい。で、メインメモリはね、3ギガあるんだ、これ。あ、そう。まあ、3ギガあれば余裕だね。で、あとストレージは32ギガあるよと。で、マイクロ SD カードで256ギガも、拡大できるよ。もうどんだけって感じですよね。うん。で、バッテリーがね、3000。あ、なるほどね。これは持つはずですよ。結構でっかい電池積んでますね。ほんで、まあ、GPS とか、グラナスとか、AGPS。うん。地図でやってもすげえ正確ですよ。ジャイロコンパスもこう、聞いてさ、東西南北なんかも、ちゃんと示してくれるしね。地図の誤差も少ないなって思ってました。はい。もう、この辺はもう、昨今のスマホね、格安でももう、こう、なんできちゃうんですよね。あ、そうだ、ダブルレンズだったんだ、これ。忘れてた。もうね、こういうことも感じさせないぐらい自然になんか撮れますね。はい。フラッシュも、ついてるよ、というところですね。んで、どうですか？ああ、だからこのダブルレンズね、1300万画素と200万画素と LED フラッシュがついてるよ。うん。コントラスト、オートフォーカスもついてるよ。はい。インカメラも800万画素あるよ。ああ、これは確かにすごいね。うん。やっぱりこう自撮りしてても、まあライブとかでね、やってもまあ綺麗に撮れるよねっていうところはまあこういうところでしょうね。はい。まあそんなところでございますが、説明するところはね。はい。あとは、デュアルシム、デュアルスタンバイ、DSDS、搭載でございます。それぐらいでいいですか、説明。あとは調べてください。はい。いや、そこじゃないんですよ、もう、このスマホのいいところはね。あ、あと付属品がね、このカバーがついてたり、あとヘッドセット。あ、今ちょっと向こう、寝室にあるわ。ヘッドセットもあってね、これも使える。めっちゃ使いやすい。耳つかりにくいし、音も綺麗に捉えてくれる。ライブ配信とか、ツイキャスライブで棒読みちゃん読んでも、ちゃんと声が聞こえるし、ちゃんと声拾ってくれるっていうね、素晴らしいです。はい。もうここもすごいんですよ。だから、あらゆるところが、配信向けになってるっていうところですかね。うん。
でですね、そう。でね、まあ実際さ、こう、使ってみるとね、ツイキャス、ね、ツイキャスライブやるときなんかは、この中にね、OCN モバイル1の格安 SIM 入れてんですよ。これね、これ、月額1600円で契約してます。音声通話 SIM。はい。ほんでね、まあ SMS がつくから LINE も使えるしね。はい。それは便利。LINE、もう LINE 一回消失しましたからね。データ SIM しか持ってなかったから。はい。これちゃんと LINE 使えるよと。いうところでね。これ一個あれば、はい。もうこの中に SIM 挿して、あとはその付属のヘッドセットをつけてですね、自転車に積んで外に持ってって、ツイキャス、ライブ配信できちゃうの。これだけで。ルーターも持ってかなくていいし、もうバッテリー持つからモバイルバッテリーもいらない。うん、充電してこれ持っていけば、もうその長時間の配信も何時間持つんだろう。ああ、まあ5、6時間ぐらいできんのかな。うん、それぐらい電池は持ちます。そんなやんないけどね。うん。その使いやすさですね。で、もうお手軽。もうこれでできちゃう。うん。で、あとね、もう一点。通常動画配信でですね、外部マイクを使いたいシーンがあるんですよ。やっぱりね、風が強い時とか。はい。ちょっとスマホと距離がある時なんかね。うん。そういう時なんか。はい。そういうシーンあると思うんだけど、純正カメラでは外部マイク対応してないんです。ノバライト2。ところがね、オープンカメラアプリを使えば、まあ、よく何でもやってますけど、オープンカメラアプリね。サードパーティーのオープンカメラアプリ。もし、まあ、ググってください。はい、ありますから、Google Play にね。オープンカメラ。はい。これを使うと、外部マイクは使えるんだけど、ただですね、内蔵ストレージ使っちゃう。そのままデフォルトでやっちゃうとね。ところが、ノバライト2は、もうほら、設定段階で、その内部、保存先を SD カードにするってもう、やるだけでね、このオープンカメラアプリも、外部ストレージに記録できるんですよ。非常に使いやすい。他のスマホはね、やっぱり内部ストレージに行っちゃってね、もうやっぱりこう気使うわけですよね。データ圧迫しないように。うん。そのあたりもメリットかなと思います。はい。なのでね、私がこれ YouTube 活動をする上でノバライト2って資格がない。もうね、もうこれだけできりゃもう、まあ、仮に何か他に不都合があって、アプリとの相性が悪いよと、ここ癖があるよとかあったとしてもね、もう自分的にはこれ平気なんだよね。うん。まあ、なんだかんだ言ってさ、もう購入後もうこれずっと使ってるし、で、何かこう動画配信、ライブ配信しようとするとき、やっぱ結局これになっちゃうっていうね。まあ、信頼のおけるスマホなのかなと思っております。あ、現在ね、このノバライト2っていうのは、まあ、MVNO の販売、まあ、OCN とかね、まあ、GoSIM セラーとか、ああいうところの、まあ、販売専門の端末なんだけど、まあ、今後はね、この SIM フリースマホ単体で一般販売もするらしいです。うん、価格も2万5000円ぐらいかな。ああ、まあ、これいいんじゃないかなと思います。動画配信したい人なんかには、僕はちょっとおすすめかなと、思います。この商品のね、リンク、メーカーの公式サイトですけど、動画概要欄に貼っておきますので、興味のある方はちょっとチェックしてみてください。うん。まあ、でも購入するならね、できればこういうその SIM カードとやっぱセットで買った方が、現状お得かなという気はしますね。はい。GoSIM セラーとか、SIM2 とかでね、まあ、特売セールとか結構頻繁にやってますからね、また検討してみてはいかがでしょうか。はい。というわけでね、今回は私、ファーウェイノバライト2、絶賛してしてみた動画でございました。はい。このチャンネルではね、まあ、スマホとかタブレットとかいったこうガジェット関係のね、動画やっております。このチャンネルがね、いいな、役に立ったな、面白いなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。ということで、サトチューンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。あ、停止ボタン、あ、ここだ。バイバイ。